もし小早川秀秋が西軍に味方していたら、関ヶ原の戦いをシミュレート、史実は覆るのか。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、もし小早川秀秋が西軍に味方していたらについて紹介していこうと思います。毎回賛否両論があり、ご好評をいただいているイフシリーズですが、今回は関ヶ原の戦いをシミュレートしたいと思います。通説では戦いの半ばで小早川秀秋が西軍を裏切り、一気に東軍が勝利したわけですが、もし秀秋が裏切ることなく西軍に味方していたら、戦いそのものやその後の歴史はどう変わったのでしょう。そんな風に想像する方も多いのではないでしょうか。そこで通説のシチュエーションに基づき、イフストーリーとして検証してみたいと思います。どうかお楽しみください。通説での関ヶ原の戦いは東軍の圧勝だった。最近は関ヶ原の戦いに関する研究が進み、通説とは異なる見解が多く出ています。実際の小早川秀秋は初めから東軍として振る舞い、真っ先に攻撃を仕掛けた、あるいは西軍が隔翼ではなく密集して布陣していたなど、従来のイメージが様変わりしつつあります。ただし今回に関してはあくまで通説に従ってお話を進めていきましょう。その方が面白いですからね。まずおさらいとして、実際の関ヶ原の戦いはどのようなものだったのか簡単に解説していきます。慶長5年1600年、徳川家康率いる会津征伐軍の隙をつき、毛利輝元、宇喜多秀家、石田三成ら反家康グループが挙兵、西国大名たちを糾合して西軍をまとめ上げます。そして真っ先に伏見城を落とし、田辺城、安野津城などを包囲し、着々と防衛線を固めていきました。一方、反家康グループの武装蜂起を耳にした家康は、豊臣家をたぶらかす逆進を打つことを名目に、会津征伐軍を東軍としてまとめて西へ反転します。福島正則、池田輝政ら先遣部隊を尾張から美濃方面へ向かわせた後、家康はいよいよ江戸を立って美濃へ向けて出陣しました。一方、徳川秀忠に3万8000を預けて別動隊を編成し、これは中山道を抜けて美濃へ向かわせています。そして決戦前日の9月14日に家康は美濃赤坂へ着陣、さらに軍を進めて関ヶ原へ向かいました。これに対して大垣城付近にいた西軍も夜半になって西へ移動し、関ヶ原の西に陣を取ります。関ヶ原で対峙した両軍は翌早朝から激突。石田三成は黒田隊、加藤隊、細川隊を引き受けて戦い、宇喜多秀家は福島隊と一進一退の攻防を繰り広げます。その南では大谷義継が東道隊、京極隊の猛攻を食い止めていました。西軍10万のうち真剣に戦っているのはわずか3割に過ぎませんでしたが、時には東軍を押し返すほどの前線を見せます。やがて正午ごろ、いよいよ松尾山に陣を取る小早川秀秋が動きました。秀秋の裏切りをかねてから西軍諸将も予測していたらしく、秀秋の陣に対して脇坂、朽木、小川、赤座の4体を並べて警戒したといいます。松尾山山頂の定石は狭く、大軍の収容に向いていないため、軍勢の大半は麓に布陣していました。そして秀秋の下知のもと、1万5000の大軍が一気に大谷義継の陣へ襲いかかります。やはり裏切りおったか。義継は帰化の4体に迎撃を命じますが、ここで予想もしない事態が起こります。小早川隊の動きに合わせるように4体全てが牙を向いてきたのです。小早川、東道、京極、そして4体合わせて2万5000に襲われた大谷勢はあっという間に粉砕されました。そして西軍の布陣は南から崩壊を始めるのです。柔らかい下腹を突き上げられ、浮田勢も崩壊、続いて小西、石田の陣へも波及していきます。やがて午後2時頃になると勝敗は決し、西軍は一斉に敗走していきました。
まさに家康会心の勝利に終わったのです。秀明の裏切りを阻止せよ、キーポイントとなった人物とは。さて、ここからイフの世界へ皆さんを誘っていきましょう。お話は関ヶ原決戦の2週間前に遡ります。東軍の先遣部隊が尾張・美濃にある西軍の拠点を次々に落とし、さらに家康も9月1日に江戸を発しました。この動きに対して三成は西軍主力を美濃へ進出させることを決心します。北陸方面にいた大谷義継、そして伊勢方面の毛利元康、立花宗茂らを呼び戻しました。ところがここで思わぬ誤算が起こります。かねてから裏切りの疑惑が持たれていた京極高次が離反し、大津城にこもったというのです。9月3日に城へ戻った高次は早速密書を井伊直政に届け、西軍を大津で引きつけることを伝えています。そして急いで防戦態勢を整えました。これを聞いた大阪城の淀殿は驚き、構造師と阿茶の局を大津城へ派遣、高次の東軍への加担を思いとどまらせようとしました。ところが高次はもう決めたことと聞き入れません。一方、三成と義継も対応に迫られていました。大津は交通の大動脈を抑える要衝の地ですから、高次が裏切ったとなると放置しておくわけにいきません。そして熟慮した三成はこう告げました。伊勢から合流した毛利元康、小早川秀兼、立花宗茂に討伐させてはどうだろう。義継もさもありなんとして同意するのですが、ふと考えた後思わぬことを三成に告げます。いや、大津城にこもるのは3000ほど、毛利小早川の1万だけで十分ではないか。では立花勢はどうする。三成がいぶかしげに尋ねると、義継は自信ありげに言葉をつなぎました。立花殿は美濃にとどまっていただこう。あの武勇はつまらぬ戦で発揮するものではない。史実では大津城攻撃に向かったはずの立花宗茂ですが、西軍主力として美濃にとどまることになったのです。そして9月15日の決戦の朝、史実通り西軍は関ヶ原を北から南へ着陣。ところが南の布陣だけ様子が違います。大谷隊がいる南東方面、ちょうど松尾山のふもとに立花宗茂が陣を敷いたのです。史実ではここに脇坂、二木ら4隊が配置されていたはずですが、入れ替わる形で立花隊4千が鉄壁の陣を敷いていました。また4隊は立花隊の背後に置かれ、宗茂の与力とされたのです。宗茂は合わせて8000の大軍を指揮する形となりました。勇猛果敢な立花勢を前にすれば、秀明もやすやすと裏切れまい。これで即敗の憂いはなくなった。義継とすれば宗茂の存在が頼もしく思えたことでしょう。これで思う存分戦えるはずです。西軍か東軍か、小早川秀明の動向はどうなる。決戦当日の早朝、南にそびえる松尾山を見た家康は小躍りするように喜びました。よし小早川め、良きところに陣を置いたものじゃ。これで勝ったも同然であろう。松尾山は戦場を広く見渡せ、西軍の即敗をつくには絶好の位置でした。家康が勝利を確信したのも当然のことでしょう。一方、松尾山の秀明のもとには家康が家臣の奥平貞治を軍官として送り込んでおり、黒田長政もまた大久保伊之助を目付として潜ませていました。全ては秀明を東軍に味方させるためでしたが、家康にとって心配なことはありました。おそらく三成から大きな褒章を約束されているはずであり、秀明が土壇場で考えを翻す可能性だってあります。実際に三成から、秀頼様が元服するまで関白になってもらいたいと提案を受け、秀明としてもまんざらでもありませんでした。関白といえば征夷大将軍より高位であるし、亡き太閤殿下と肩を並べられる。小早川家に養子に出された自分が誰より偉くなれるわけです。
秀明とすれば願ってもない話でした。やがて決戦の火蓋が切られ、東西両軍は激しくぶつかります。戦況は一進一退となり、西軍が優位になる場面もありました。小早川の陣では両軍の動きが手に取るように見えていますから、奥平貞治や大久保伊之助は出陣を矢のように催促します。家老の稲葉や平尾からは、殿の下地はまだでござる、今しばらく待たれよと答えるばかり。そして秀明自身も迷っていました。今すぐ大谷隊へ突撃すれば戦況が東軍有利に傾くのは必至でしたが、麓に陣を構えている立花隊が脅威でした。ましてや勇猛でなる彼らを相手にすれば、こちらもただでは済まないでしょう。また岐阜の高影や義秀から宗茂の勇猛ぶりは散々聞かされていました。朝鮮の駅では10倍以上の敵を破ったといいます。果たして勝てるのか。秀明にはもはや敗北のイメージしか頭に浮かびません。さらに先鋒を務める松野主馬からも、今すぐ東軍の横合いから攻めかかるべしと催促が来ていました。わしはどうすればいい。秀明はますます頭を悩ますのでした。一方、整然と陣を構えた立花隊も動きません。戦い直前に義経から、立花殿はこのまま動かず松尾山だけを見張っていてくだされと指示されていたからです。時折京極隊が横槍を入れてくるものの、軽くあしらうのみでした。小早川の小わっぱめ、よほどわしが怖いと見える。来るなら来てみるがいい。宗茂は大前自弱として松尾山を見つめています。ついに秀明が西軍として参戦。その時家康は、東軍か西軍か迷いに迷った秀明はついに決断を下します。鬼人のような宗茂に討ち取られるくらいなら、わしは関白を選ぶわ。そしてそばに控える平岡頼勝にそっと耳打ちしました。これより打って出る。向かう先は東道京極の神社。頼勝は耳を疑いました。なんとナイフ殿を裏切るのですか。秀明は罰が悪そうな顔をしながらも、決めたことじゃ、ましてや麓にいる立花に勝てると思うかと言い放ちます。そして松の主馬に使いを走らせ、東軍へ攻めかかることを下知しました。東道京極を討ち取れ。そう下知を受けた主馬は勇み立ち、配下の将兵に命じます。これより打って出る。東道京極の陣を抜き、家康の首を取る。15,000の小早川隊が動き出し、南東方面へ移動した後、藤川を渡りました。そして東道隊、京極隊の背後から襲いかかります。小早川隊が動いたのを見た宗茂はいかにも満足した表情で部下に命じました。ようやく小わっぱが決断したか。これより我らも動く。光明は思いのままぞ。小早川隊に続いて立花隊も陣形を東北へ向け、大谷隊と戦っていた桑山元春、寺沢広隆へ攻めかかっていきました。片や桃配山から本陣を前に進めていた家康ですが、秀明の背信行為を知って激怒します。小早川の小せがれめ、あれほど念を押したのに裏切るとは。家康が持つ本来の目的は、豊臣恩子の大名同士を戦わせることにありました。彼らが消耗すればするほど豊臣家の弱体化につながるからです。そのため本軍3万を温存し、わざわざ秀忠に3万8000を預けて別行動をさせるほどでした。しかし秀明の思わぬ裏切りにあったことで、家康の考える戦略は崩壊の危機に瀕します。今後のことを考えて、温存するべき兵力がいきなり敵の大軍の矢面に立ってしまったからです。しかし戦線が崩れ出した今、どうにかしてピンチを脱するほかありません。小早川隊、立花隊が向かってくる南西方向に陣を向け、迎撃する体制を取らせました。全軍撤退を命じる家康。敵を待ち構える家康でしたが、すでに秘宝が届き始めていました。即敗をつかれた味方は粉砕され、
東道高虎、福島正則は討ち死にし、寺沢、桑山の両名はあっけなく敗走。そして京極高友は敵の獣医に陥っていました。また戦場の北で戦う黒田、細川、加藤、竹中といった面々も石田や浮田らに拘束されて動くことができません。徳川家臣の本田忠勝、井伊直政はどうにか敵を振り切り徳川の陣へ合流しつつありました。やはり秀忠の軍も一緒に連れてくるべきであったか。刻一刻と変化する戦場の中でついに家康は決断します。東軍の勢いが鈍った今、これ以上の戦いは無意味。それならば一旦軍を引いて立て直すことが肝要だと考えました。ましてや自分が率いる本軍と秀忠軍を合わせれば6万8千ですから、そこに東軍の残りが加われば10万を超す大軍となるでしょう。惨敗を喫するより撤退は早ければ早い方がいい、そう判断しても不思議ではありません。家康は各方面へ早速使い番を飛ばし、兵を収容しつつ撤退することを決します。そして向かってくる小早川、立花に対しては固く陣を守らせて付け入る隙を与えませんでした。一方東軍の猛攻をしのぎ切った石田、小西、浮田、大谷らの所帯ですが、追撃するだけの余力がありませんでした。朝からの激戦で疲労困憊し、大きなダメージを負っていたのです。前線で戦っていた東軍諸将はほぼ追撃を受けることなく交代に成功し、家康の手勢に守られつつ中山道を東へ向かいます。そして最後にしんがりとなったのが家康の本軍でした。ところが中山道の南にあたる南宮山には、これまで戦いを傍観していた毛利、吉川、安国寺らの軍勢がいました。間違いなく東軍の敗走を知って襲いかかってくるでしょう。しかし家康はどこまでも周到でした。すでに戦いが始まる前から中山道沿いに浅野、池田、山内らの所帯を配置し、退路を確保していたのです。また西軍の吉川広家は最初から徳川には内通していましたが、ここで東軍敗走のアシストをしました。麓に陣取る浅野や池田が手強いとして、やすやすと動くべきではないと進言し、首相の毛利秀元を動かさなかったのです。いずれナイフ殿は剣道将来を期して再戦を挑むはず、ここは動かずに恩を売るに越したことはない。こうして毛利吉川隊は動くことなく、ただ東軍の敗走を見守るのみでした。秀明と宗茂も早々に追撃を取りやめます。家康の本軍はなお手強く、そこに浅野や池田が加われば油断できない敵になるからでした。こうして関ヶ原の戦いは一日で決し、西軍の新勝という形で終わります。一旦岐阜あたりまで後退した家康ですが、こうなると秀忠軍の到着を待つしかありません。仮に3万8千を新たに加えたにしても、敗れたダメージは大きく、あの家康が負けたという風評も拭いきれません。時間をかけて戦略を練り直す必要がありました。一方西軍が受けた損害も甚大です。一気に決着をつける余力はありませんし、何より東軍は依然として侮れません。諸将が話し合った結果、大垣城に抑えの兵を残しておき、三成と浮田秀家、そして秀明が大阪城の秀頼と毛利輝元に戦勝報告をすることに決します。おそらく家康に勝ったという事実は大きな効果をもたらすでしょう。また秀頼に勝利を認められることで、東軍についた豊臣恩子の諸将は逆進となります。とはいえ東軍が未だ健在である今、これ以上の戦いは無益ですし、東軍諸将に厳しい処分を下せばかえって逆効果になってしまいます。ここは家名を存続させるなど寛大な処分に徹することが肝要でしょう。そうすることで秀頼への恩義を植え付け、東軍についた諸将を家康から離反させ、武装解除へ導くことができるのです。関ヶ原の戦いが終わって1ヶ月後、秀頼の名で諸大名への処分が下されます。家康はついに屈服し、
除名の条件として剃髪の上高野山へ登りました。また徳川家の所領は250万石から一気に70万石へ減らされます。また東軍についた諸大名の多くは取り潰しを免れ、それぞれ地方大名に転落しました。一方小早川秀秋は約束通り関白となり、毛利輝元はじめ石田三成、宇喜多秀家、大谷義継らもそれぞれ大きな所領を得ることになります。秀頼の元服後に秀秋が本当に関白職を譲るのかはさておき、ここから先は豊臣家が栄華を誇る世界が続いていくのです。まとめ。関ヶ原の戦いのキャスティングボードを握ったのはまさに秀秋だったわけですが、今回のストーリーではそこに立花宗茂を絡めてみました。もし宗茂が関ヶ原にいたなら西軍は勝ったんじゃないか、そんな見方をする方も多いようです。とにかく家康は宗茂をかなり恐れていたという逸話もありますし、秀秋の裏切りを阻止するにはやはり宗茂の存在は不可欠だったでしょう。今回もかなり賛否両論はあるかと思いますが、楽しんでいただけたら幸いです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。